ここはね、プロの連中も実はちょっとデブさん悩んでんだけど、じゃあやるかって言ってここで打つとか、まあそういうこう野球をやる環境としては俺の中では十分ここで練習ができるっていうところがこの場所だし、自分が思ったのはそのやっぱりテレビラジオ新聞とかっていう解説者がよくあるパターンのでも雇う側も大変になっちゃってるっていう、金額がなかなか出せないとか、で我々もじゃあそこを主にしてやる時代じゃないっていう中で、この野球学校っていうのをもうこれを俺のもう最高の生きがいとしようっていうでいうふうにやって、で、います。で一番勉強になったのはやっぱライオンズでコーチやって途中で解雇になりました。で子どもたちに教えるようになった。で子どもたちに教え入れたらプロは簡単に教えれるっていうのはもう結論です。もう小学生にバッティングを教えて翌週それができてんのかできてないのかっていう、こんなことよりも、こんなことができる、ああこうできるようになったっていう、こう角度上手になる角度をつけてあげれたらもうプロって簡単だなって教えるのって、だからプロのバッターがやっぱ良くなんないこと時点でもうコーチが悪いっていう、明確に言えるなって。だからここで生徒たちが最初はね、本当もちろん世に知られてない、知られてるのは悪評しかないっていう、自分に預けてくれる人が1人2人って言ったけども全然入んなくて、合同練習やった時にそのライオンズの渡辺監督が、当時渡辺監督がその一緒に来てくれて、そこに顔出してくれて、俺すごいなと思いましたよね。ライオンズを解雇された人間がライオンズの監督がそこの合同練習に来て、メディアがそれを宣伝してくれてっていう、それから一気にね13人入ったんですよ、その記事の後ドーンって。本当にありがたくて、教えたいくても教えてもらいたいっていう人がいなきゃ話にならないから、でまあそれから徐々にその仲間の人たちが増えていって、でまあ楽天の話が来たのがもう早かったな、6月7月ぐらいには秋からもうコーチになってくれないかっていう星野監督の体制の時に話になって、実際に発表になる前に、まあ、こっちが返事をする前に、球団に返事をする前に、父兄の生徒の方々に集まってもらって、で皆さんにちょっとお話があると。でそれは実は楽天イーグルスからコーチの話が来てんですと。コーチの話が来てるんだけど、僕は皆さん親子家族と生きがいをもらって今暮らしだしたと。でデーブベースボールアカデミーっていう以上、デーブがいなくなったらアカデミーになっちゃうだろうっていう、ただの名前がなくなる、まあ、犬伏っていう、今はうちにいないんだけど、ライオンズの後輩がもう塾長としてやってくれてたんですけど、俺がいなくなってもうたら嫌だという人が一人でも、あれ20、30人集まったんですかね、一人でもいれば僕は楽天には行きませんとっていう話を振ったら、もう全員、本当に満場一致で、いやデーブさんと子供たちも喜ぶから楽天でなんとか楽天に行ってくださいっていう、僕らも心から応援しますっていうふうに言ってくれて、あの時も感動しましたよね。そのちゃんと犬伏さんっていう塾長もいるし、デーブさんはプロのコーチってもう一回なってもらえば、子供たちが喜ぶが行ってくださいっていう、温度を取ってその父兄の中でもリーダーシップ取ってくれる方がいて、皆さんにこうケツを取ったらもう全員 100% 行ってくれっていう話になって、じゃあ分かりましたっていうところで、自分のステップアップ、そのいろんな人にこう、例えば渡辺監督とも戦うようになるんで、で監督に、渡辺監督電話して、鍋ちゃんってちょっとお手振りどうしたって言うから、いやちょっと楽天から話来てて、バッティングコーチで来年からやってくれって来てんですけど、俺は鍋ちゃんと戦いたくないんですって、だから鍋ちゃんがやめろよって言うなら俺は行きませんと、これ2段階目、そしたら鍋ちゃんがだけ、デーブさんやれよって、最高じゃねえか、楽天に感謝しろよって、今のおめえなんか使ってくれたことどこもねえぞって、そしたら楽天に感謝して行ってこい、一緒に戦おうぜ、盛り上げようぜプロ野球って言ってくれて、
で、分かりました。自分の中の2段階目あって、俺は子供たちにも辛い思いをかけたけど、本当に楽天イーグルスっていうチームが、球団が三木谷小一をはじめ球団が、本当にこう受け入れてくれなかったら今の自分っていうのはもう 100% ないわけだから、だからまあ今のそのプロの OB、 プロの解説者として楽天のじゃあ石井監督がどうだって聞かれれば、やっぱりもちろんこういう不安はありますよとか、球団ってどうなの、いや戦略室がある、その三木谷さんがこうやってその全部何 LINE で来たとかメールで来たとかってファックスで来たとかって、そんなのないんですよ。ちゃんと戦略室っていうのがあって、ってこうですってプロとして我々は解説者としてやるときは批評もしなきゃいけないっていう、それはわざと批評するんじゃなくて、これならこういう不安を感じますねと、石井監督どうなんですかって言えば、やっぱピッチャー出身だしいいコーチ陣にどう役割分担をしていくかっていうのができなかったら、それは難しくなるだろうし、でやっぱり選手たちは正直戸惑ってますよねと。でこの間も歯の治療で仙台行った時も、仙台の僕の知り合いの方々何人かあったんだけど、やっぱりいろんなことが楽天起きすぎてて、僕はねもうちょっと応援行くのがすごい今そ行きたくなくなっちゃってんだっていう、どうなっちゃうの楽天球団は、いやいや楽天は楽天でちゃんと考えてますよと、やっぱ強いチームにして皆さんに勝利を一個でも多く届けようとすればいろんなトラブルって起きんですよねっていう、トラブルっていうのはまあ誤解ですよね、強くするためにこう改革していくんだけど、やっぱりそこで結果が出てないからファンの人は失望していくっていうことですもんね。だからまあこれから見ててやってくださいっていう話するんだけど、本当に今こうやって YouTube でも話させてもらってるのは、これもちろん Twitter の仲間の皆さん、この YouTube 見てくれる皆さんで、今までこう携わってくれたこの野球学校の生徒たち、親御さん、本当にいろんなたくさんの仲間ができてでいうことになるんだけど、やっぱり堂々と今帽子深くかぶって人に見られないようにって、あいつは許せない打ったやつだって、もうずっと俺も全員から犯罪者と思われてると思って歩いてるから、それ今帽子を取って堂々と歩けるようになった原点が、このやっぱりまずはそのデーブ・ベースボールアカデミーに参加してくれた、僕を信頼して子供預けてくれた親御さんっていう、この場所が俺にとっては本当の聖地っていう、まず原点の聖地だなっていうのをお伝えしたくて今日はちょっと紹介しましたんで、もしよかったらデーブ・ベースボールアカデミーってもう数々のコーチ陣の方いっぱいいますんで、ホームページ見てもらったりすると、今すごくいっぱいになってなかなかこう入るコマもないんですけど、ぜひ参加してもらって、体験レッスンもありますんで、僕らと一緒に野球をやって、野球をやりながら野球以上に人間を作っていくっていうところの原点の場所を今日紹介させていただきましたので、今後ともよろしくお願いします。